6年生。うん。キャリアは2年。おぉ、マッショー。206ぐらいで飛びますねって言ってたんですけど、女性の。そうですよ。そんなもんなんですか。そんなもんです。よく飛びますよ、206で。うん。なかなか今日、そのぐらい、250ぐらい。250ぐらいがいい。うん、15位。大げさでもなく、うん。もう最初、まあ何回も同じとこ回ったんで、わかるわけですわ、どこまで来るか。またいい球でしたけどね。ここで、クラブのヘッドスピードと言われる、その部分で実は私たちの経験なんですが、腕を大きく伸ばした方が、スピードが出るのか、それとも両腕を小さく使った方がスピードが出るのか、ここでですね、簡単な実験をしたいと思います。その実験というのはこのドライバーを使います。ドライバーをですね、グリップではなくこう逆さまに、握りましょう。クラブヘッドありますんで、少し短いところで結構です。で、このクラブを通常通り、まあ、振るわけですが、一つは、今の十分に両腕を伸ばし切った素振りと、逆に小さく腕を曲げた素振り、二通りやってみたいと思います。まずは伸ばす状態から振り上げて、振り上げて、振り上げて、結構これ私満足、力強く、この時ブンという風を切る音がすると思います。それに比べ今度両脇を締める、もしくは小さく両腕を畳み込む、同じように、これは極端ですが、これは極端ですが、決してこれやらせではありません。ぜひですね、皆さんも試してみてください。この風を切る音というのは、当然空気を切っているわけですから、風切り音が大きいということは、それだけスピードが出ているという理解をしてもらって結構です。両腕をしっかり伸ばした場合、自分の満足度は非常に高い、頑張ったよという感覚がするんですが、もう一度やってみましょう。両腕を伸ばします。本当に。もう体も首も硬直するぐらい伸ばしてみました。それに比べ、今度は喋りながらでも、小さく、小さく、両脇を小さく使う。もう明らかに小さく使う方がスピードが出ているという証拠になります。それはですね、まあここはちょっと例え話になるんですが、アイススケートの、フィギュア、踊る方ですね。フィギュアの選手たちが、くるくるくるっと同じ場所でスピンをしていることを想像してください。あの時に両腕は必ずその回転軸に近いところへ収めている、もしくはまあ手を縦にするにしても回転軸により近いところに手を収めるわけです。逆に、腕をこの回転軸から遠ざけるということは、実はスピードが落ちていくということなんです。皆さんはドライバーでより
遠くに、もちろん正確に飛ばしたい、そういった目標をお持ちでしょう。では皆さん、どちらを選びます？両腕を伸ばして、実感的には体感的には非常に頑張ったという、スイング、もしくはちょっと自分の感覚の中では両脇を締めた小さいスイング、スピードが出る方を選ぶべきです。ただし、実際に、私もそうですが、自分では両脇を体へ締めたような状態でスイングをしたとしても、クラブシャフトの跳ねてくるしなり戻りのパワー、さらにはこのクラブヘッドの重みもあるわけです。自分では小さめに使っているつもりですけども、クラブの遠心力もしくは頭の位置を後ろへ残すことによって円弧が広がり、両腕を伸ばしているわけではないのです。両腕は勝手に伸ばされているわけです。ここが非常に難しい部分で、皆さんが誤解をしているのは、先ほどの、ツアープロやなんやの、分解写真や動画を見たときに、両腕が伸びているから伸ばさなければいけないと思われているところに問題点があります。自分自身のイメージの中では小さく両脇を締めたスイングをしたんだけども、結果スピードが出て両腕が伸びてくれたんだという理解をしてください。この理解誤解が非常にですね、皆さんのヘッドスピードに影響が出てくる原因と考えて、いただいて結構です。